シースラグはイギリスの第一世代の艦隊防空ミサイル。名称は海牛の意味。システム区分は GWS-1 または2。アメリカ海軍と同じくイギリス海軍は第二次世界大戦中より艦隊空ミサイルの開発に着手していた。ただしアメリカ海軍では日本軍の特別攻撃隊への対策が契機となったのに対しイギリス海軍の場合は 1943年頃より、ドイツ国防軍が実戦投入したフリッツ X や HS293 といった誘導爆弾への対策が動機となった。これらの誘導爆弾は、広角機銃の射程外から登壇されるため、母機対処の必要から、より長射程の対空兵器が求められていたのである。これに応じて、1943年より6部、ロップ、 キャップ計画が開始された。これは、間もなく単に、キャップと称されるようになり、1947年には、シースラグと解消した。要求事項はたびたび改定されたことから、1948年1月の会議で要目が策定された際に、従来の試験機としてのシースラグと区別するために、シースラグ2と解消されたものの、その後も改定が重ねられたことから、結局、 また単にシースラグと称するようになった。1957年に大規模な艦隊の近代化が予定されていたことから、1956年までに実用化することが望まれていたものの、これは間に合わなかった。また1950年3月には、当時アメリカ合衆国で開発されていたテリアミサイルの売り込みがなされたが、国内産業関与の観点や調達が、 国際政治の影響を受ける懸念から、これは採択されず、シースラグの開発が継続された。ガードルネスが試験官として供されて、1956年10月には誘導死者が開始され、1961年の死者によって配備可能な状態であることが確認された。また1957年からは射程の延伸を図った。 シースラグマーク2の開発が着手され、1965年までに試験を終了した。これと合わせて、環状装置のデジタル化も図られ、システム区分は GWS2 に変更されて、カウンティ級駆逐艦後期型で搭載された。死者の様子。ミサイルのエンジンとしては、最初期は計画名の通り液体燃料ロケットを採用する予定だったが、幸い、 1956年までに固体燃料ロケットに変更された。玉子の中密度を上げてスペースを削減することが重視されたことから玉体の周囲に4本のロケットモーターを配置する特徴的な設計が採用された。当初は1つの目標に対して3発を制射する予定であったため3連装発射機が検討されたが設計に難があり結局は連装発射機とされた。 初期のテリアやタロスと同様、ミサイルは断層で水平方向に配列されており、そこから艦尾の発射機に至るまでのトンネルの中で動作確認や動力の接合などの各種作業を経て発射機に装填される。ミサイルの誘導方式はビームライディングが採用された。一発当たり命中降参は0.55と計画されており、また、 ガードルネスでの実写試験では80%の撃墜率を記録している。下記完成レーダーとしては901型レーダーが採用されていたが、GWS-2 では 901M 型に更新された。901M 型では誘導用とは別に目標追尾用として3本目のビームも追加された。これにより、一度目標情報に上昇した後、急降下して溶撃することができる。 低空目標対処のためテレビ映像装置も追加された。また、上記の通り GWS-2 では全体的に艦上装置のデジタル化、自動化が図られている。1973年より次世代の艦隊防空ミサイルとして開発されたシーダーと GWS-30 が収益を開始したものの、アメリカのスタンダードミサイルと違って前方互換性がなかったことから、 シースラグの搭載はカウンティ級のみで終了することとなった。フォークランドを紛争において参加した艦艇のうち、アントリム搭載の本ミサイルをアルゼンチン空軍のダガー攻撃機に対して使用したが、命中は得られなかった。またポートスタンリー飛行場の攻撃作戦の際には、やはり同艦搭載の本ミサイルを弾道飛行させて攻撃に使用したという珍しい戦績が、 記録されている。ありがとうございます。